ドラゴンボール Z ドカンバトル。さあ貴様ら、ドッカンバトルのお時間だ。夏の大型キャンペーンてらの後半戦だ。さあ今回はそう伝説降臨祭、ごちょごちょつけてやがるが、というわけで今回は俺様の息子スーパーサイヤ人トランクスかっこ未来だ、まあ、ついになる、スーパーサイヤ人カカロットのガキかっこ未来の方が性能的にはだいぶ強いとかは書いていたが、俺は性能では選ばん、親子の絆で選ぶんだ。さあこのファイナルホープスラッシュの一回切って下から上に切り上げるパターンのこのトランクスを狙っていくぞ。さあ他、おこいつはサイ限定のカカロットのガキ過去幼年期か、このな、この打ち切り漫画の最後のコマみたいな、僕たちの冒険はこれからだみたいな、なんで指2本なんだよ、まあ、よくわからんこのご飯を、まあこれは持ってないからな俺も。そして復活スキルのカカロットか、確かクーラーの野郎と戦っておった、これはよく使えるな。さあそして合体ダマス、これは持ってるか、解放はしてないはずだ。そしてこの俺がおそらく LR で一番出ているロゼのカカロットブラック9枚は出てるはずだ。そしてほう最近出たな、ヒット&カカロット、そしてスーパーヨイショー、この辺は持ってる、おそして古いな、極限したこの俺様だ。そして、未来トランクス、マイ古いな、なんかピックアップも。というわけでまあとりあえず30連引くと10連1回無料らしいな、行ってやるぞ。さあ来い。前半のダブルドッカンフェスはプライベートで引いたやつも全て大爆死だったからな、今よいしょ来たな、これで終わりだ、終わらせてみやがれ。さあ2、何、ふん、さあどうだ、お割れた、ではよかったぞ、おお、いきなりトランクス。さあただこれはタイ、とっくにもう、全て解放済みだ。ただいきなり SSR 悪くないぞ。さあ今月サイヤ人が続くな、からの、おご飯、この辺はピックアップされてんだろうな SR が、お俺かベジットだ、地属性、まあ当然これも全部解放してるな。さあよく出るな、まあ、先行せめて、おトランクス SR 即だな、これはまあ技上げには使えるか。さあこうして地球人、地球生まれの戦士だ、弱いかな、ザーボンさんよ、なんか出そうな感じがせんな。さあトランクスは出るか、おいやリクーム&グルド特戦隊なんだ、これこれもまあまあ虹ではないか、うわこれが10連目か、くっそったれめ、何のおぼけんだふざけやがって。さあ20連目た、さあ来やがれ、ピックアップでも負けるんじゃないぞ、おこれはピッコロ&ご飯あるぞ、どうだこれで終わりだ、ん3、さあおゴッド初めて見たぞ、ブルーだ、これはあるんじゃないか、な3 5点か、カカロットのガキの弟だ、カカロットのガキの弟、カカロットのガキだ。そしてそのカカロット、鶴仙人、くっそったれめ、おこれか。さあ LR ゴッドカカロット&ヒット、さあ一応ピックアップの LR が出てきやがった、まだ10連目がブルマだ、俺のブルマ、ナメックせえへんか、からのじいさん、散々ブルマにしてか、おお誰だ、ああゴテンクス&ピッコロか、なんか持ってるがほとんど使った記憶はないぜ。さあ SR ソフトランクス、これで終わりじゃないだろうな、これで終わりだ、およく出るな貴様も、メタルクーラーコアを破壊した気候弾のカカロット、これも10連目よく出やがるな。さあ LR とりあえず一発は出やがったな。さあこの10連やると無料分1回だ。さあ30連目、さあブルーになるとどうやら LR 確定の匂いが強そうだ、1か8か、はあ、お割れるか、割れたとてな、さあ割れもせず、さあ流神論、
おい、なんで GT、邪悪竜ばっかり出てくるんだ。そしてピラフマシン、足細きもあのパオ、パオじゃねえ、タオパイパイだ。なんかしょぼいな、出る気がせんな。これはでトランクスか、これは。ふん、幼年期。さあそしてセリパ、下級サイヤ人の女だ。でこれはナッパだな、中級だかエリートだか知らんが、俺にぶっ殺されし者だ。さあジャネンバ SR 即もう出ねえだろこれも。おトランクス、お、なんだ力、あれ持ってるな、これも多分虹なんじゃないか、これもよくわからんが、これか。さあ今んところくなことになってないが、あこれか、持ってるな当然。今回特有もしなかったトランクスだ。さあ一回無料分来い、まだ流石はある。おピルス様、そしてトランクスチャウズ、ん何もないか。さあ2、ふん、どうやら10連目だけっぽいな。インフィニット優勝、姉優勝、本優勝。そしてトランクス最強への挑戦、いいぞ。ヘル優勝、ミスターサタンだ優勝、ダイナマイト優勝。父親譲りの才能、その通りだ。さあボタンももうこれダメだな、もう。お、いや古い、親子カメハメハ、カカロットのガキかっこ青年期よいしょ、ロングコートよいしょ。お、いやでドミグラ、おい何が魔人ドミグラだ、よくわからん世界から来やがって、うわー。さあこれで半分だ、まだまだ行くぞ、あと3回た頼む、サイヤ人の俺来た、俺来たぞ、横須賀来そうだな、来た来た、ブルーだ、これは期待できそうだ、はぁ貫け。さあいきなり地震論からのカカロット、いや期待できるぞ。ああ貴様も飛んでたな、そういえば。チーチー匿名希望だ、なんかちょっと今んとこクソみたいなことになってるが、今んとこ戦闘力自体もクソみたいなことになってるが、トランクス、ん？ブルー出たよな、ジースだな、ん？もう8連目9連目よいしょ、フルパワーエネルギーよいしょ、お、あ、わあ、再起する力だ、あ違う、えこれなんだ、これあれか、ただのあれか、13号の時か、これか、もう虹だぞこいつ多分、これだな、合体13号の時のなんか元気玉吸収だかなんだかカカロットだ、ベジットブルーでこれとはな。さあ今回夏全爆死となるかどうか、お亀川柳が多いぞ、一か八かだ。さあどうだ、折り返し20連目、お、いやー、義乳か、出る気がせんな、ドラムよいしょ、減るよいしょ、うん、これはこれはまずいぞ、第一形態ですね、おお、即のフルパージ傍若だったらぶっ殺してやるぜ。さあソルベカカロットを倒、あーもうこれダメだ、ん、あーなんだ、ナメック星変かと思いきや意外とあれか、クーラーの時かなんかのやつか、そのもうピントコーン SSR を10連目に持ってくるのやめろ、メタルクーラーの時かなんかか、劇場マンヒーロー持ってるが使ったことないかもしれんな。さあ爆死爆死であと1回、それが終わって無料分で終了だ、奇跡よ起きろ、は一人、たった一人のカメハメハだ。さあこれがどう出るか、どうも出ないのか、どうも出ないだろうな、石がゴミのように溶けていくぜ、第一形態セーブ、生
息が臭いぞグルド。あ、一応息は出さないようにしてくれてんだろ。マスクしろ貴様。え、夜行にするよ。しないかと思いきや夜行にすると、もうなんかもう雑魚ばっかだな。ドクターゲルだかキビトシンだか知らんが、これはもう10年目があれだな。なんかもうなんだろうな、フルパワー傍若あたりが来て終わるんだろうぜ。ケフラだ。これもよく出てるな。これも10枚以上出てるだろうな。さあ終わりだ。さあ正真正銘今回のラスト無料分1回た。何も出てないぞ今回。エルアラ出てるが、さあウイス、クリリン、姉よいしょ、ベジータ、誰が貴様なんかに来た。ノーマルか、ノーマルか。さっきブルーであれだったからな。ピックアップされてもない LR。 さあ期待できそうだ。うん、ご飯ご飯。ネイズだなこれは。奇想天外だ戦法。首が引っ込むだけだけどな。さあ、お、よいしょタイヤあるよいしょからの25。なぜか25とは言わない。ん？おったまげった。さあ、まだ SSR がない。さあ、パンちゃん地球を一周してきたろ。ラストだけか、ラストだけか。お、からのこれ LR 来るか。お、だ、な、ね、どう見てもマイティマスク。古いな、LR。とっくに虹だ、これも。うわこれ力貸さなきゃよかったぜ。ざけやがって。終わりだ。くそ、なんてことだ。ただトランクスには裏切られたが、俺様にはまだ未来ご飯を引くだけの力が残っている。というわけで次回を楽しみにしてやがれ。じゃあな。